こんばんは、おばちゃんです。免停のね、60日のうちのなんか30日短縮できる講習を今受けてんのよ。でさ、今自転車の項目とかって増えたのね。自転車のさ、ルールがさ、大幅に変わったからさ、こっちもそのルールを覚えとかないと対処できないじゃない。だからね、もう前日ぐらい仕事忙しくてなかなか勉強できなかったんだけど、でずっとさ、教科書さ、見てさ、あ、今こうなのねって、おばちゃんいろいろ勉強したのよ。教科書にも書いてあったんだけど、電動アシスト自転車で思いっきり暴走してるママさんとか最近増えたから、それは引いていいって書いてあったの。で、あとウーバーイーツの人もさ、今配達増えて、事故増えてんだって。で、気をつけなきゃいけないことが、ウーバーの中でも、めちゃくちゃ可愛いお姉ちゃんがたまにいるって書いてあったのね。うん。あ、それはちょっと注意して見とかなきゃって。うん、おばちゃんすごく勉強した。茶道のさ、教習所のとこまでさ、電車で移動したんだけども、電車の中でもずっとさ、教科書見て、めちゃくちゃ勉強してたのね。で、茶道駅に近づくにつれてさ、おばちゃんみたいに、なんか教科書一生懸命見てる人いっぱいいた。仲間じゃと思って。で、サメズ教習所についてさ、で、いろいろさ、テストしたのよ。でね、教官がね、言うのね、めちゃくちゃテスト最近ダメなんですよね、皆さん。ちゃんと勉強してますって。で、このさ、60日以上のさ、まあ、免停期間を30日さ、減らすのに、2万近くかかんのよ。で、お金払っても、点数低くて、まあ、短縮にさ、0日って人いるのよ。だから、受けるだけ無駄になっちゃうのね。で、そういう人最近多いんで、皆さん、ちょっと勉強して来ていただけると助かるんですけどって。で、前回もそうだったけど、この日もね、試験当日、ほとんど答えを教えてくれるのよ。それでもダメなんだって。だからね、もしかしたら、テスト、もっと優しくなるのかもしれない。あ、それでね、前回さ、ピーポ君買ったのね。で、これを部屋に飾っといて、意識しとけばさ、もう、個人犯しないかなと思ったのよ。でも、今回またしちゃったでしょ。だから、大きいピーポ君買った。これ、約6センチのさ、一番でかいやつ。で、もう、ビッグピーポ君買って初めて知ったんだけど、倒れないようになんか台みたいなのがついてくるんだね。台っていうかこの首のところをカポッとはめるやつ。このビッグピーポくん可愛い。うん、可愛いんだけど持って帰るときちょっとはずい。透明のビニールしかなかったのね。それにピーポくん入れてで抱えて電車の中乗るとみんな見てくる。うん、だからねちょっとはずい。おばちゃんはね。30日、見事、短縮できました。29日免許返ってくる。それで、せっかくね、もう、有料とね、ハンコしていただきましたので、起用券ね、買いました。予約してたやつね、重いのよ、すごく。買った時さ、めちゃくちゃ重いのよ。あららら、これちょっと、なんか、運も臭い病来るかなと思って。で、お肉の塊でしょ？うん。一週間運も臭い病になっちゃうかなと思って心配だったんだけども、うん。ぶっちゃけ最初に言っとく。二日間きつかった。
ちゃん半分食べることにした。あとはね、残りはスタッフが美味しくいただいていただけるかなと思ったのよ、家族がね。そしたらみんな、もう3つでいいとか、あ、私じゃあ4つでって。結局おばちゃん残り食べた。きついね。うん。これだけのお肉はさすがにきつい。あ、そういえばね、おばちゃんね、ちょっと胸が苦しくなるね、ニュースがあるのよ。それは何かっていうと、卓球でさ、伊藤美誠に、大きいハグ、拒否られたじゃん。あれね、おばちゃんと同世代よね、みんな。胸痛かったと思うのよ。うん、自分ももしこの状況だった時、こんなに拒否されたとするでしょ。心的外傷はすごいものだと思うのよ。こういうのって保険とかないのかしら。おばちゃん思うのよ。まあ、確かにね、汗もかいてるし、若い子からするとおっさんは嫌なんでしょうよ。うん、だからさ、なんてこういうステッカーとか作らないかしら、シールド。私ガードしてますよって、うん。ちょっと勘弁してくれやっていう。そうだったらさ、こっちからも、もう申し訳ないと思って、ハグしないでしょ。これじゃもうちょっとできない。うん、おばちゃんの場合は逮捕かな、もうこの年齢になると。でもね、怖くて、もう、それをね、しようという気にもなるの。でも、これ本当おばちゃん思うんだけど、保険とかちょっと、どっか会社の保険会社は対応してくれないと、ショックがすごいですよ、これ。この件ね、おばちゃんのね、友達の間でね、今めちゃくちゃ話題になってんのよ。全国に流れちゃってるじゃん。だからもう、おばちゃんぐらいの年代になると怖くて、なんていうの、ハグしてもよろしいでしょうかって、まず最初に聞くか、いや、もうそもそも拒否られること前提でもう踏み切れない。よく言ったなって、水谷。うん。いや、もう、おばちゃんの周りでは、もう水谷、ちょっとよく言ったなって、そういう話になってる。もしおばちゃんがね、この状況だったら、週2で、海岸線のあの夕日見て、体育座りして。それか、最北端に行く。いや、もうそうじゃないと思う。この、なんていうの、辛い状況から抜け出せない。ちなみに、今から6年とか7年ぐらい前の話なんだけど、おばちゃんの友達でケンジって言うんだよ。そいつさ、まあ、昔、100キロ超えてたのね、体重。で、もう年取ると痩せちゃうじゃん。だからね、72、3キロぐらいまで痩せちゃったのよ。で、共通のさ、友人でさ、ユージってやつがいんのよ。で、ユージが結婚するときにさ、なんか、じゃあスーツ、なんか新調しようかなって、ね、わざわざさ、伊勢丹まで行ってさ、高いスーツさ、新調したのよ。そしたら結婚式呼ばれなくてさ、ちょっと、いや、おばちゃんは呼ばれたけど、いや、それはひどいよ。スーツまで新調したね。ずっと言ってたよ。まあ、お前は良かったねって。それはひどい、呼んであげないと。こないだね、めちゃくちゃ暑かった日にお客さんからね、どうぞって言って、ボトルのコーヒーいっぱいもらった。ありがとうございますって。よっぽど、おばちゃんね、ぶっちゃけ、豚汗いっぱい出てたと思う。見かねたお客さんがさ、あ、豚汗補充しなきゃってんだね。いっぱいコーヒーくれた。本当にありがとうございます。それじゃ今日はここまで、じゃん。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京刺激クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、
数字の4に目という書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。